はじめまして、院長の水野です。どうぞよろしくお願いいたします。私は初めてですからね。どうぞよろしくお願いします。名前ちょっと今映っちゃうので、はい、します。症状どんな感じですか？なんか腰とか、腰、あと左だけちょっと、はい、痛い。左腰が痛い。痛いまではいかないけど、はい、でももうちょっとしたら痛くなるのかなっていう。左側ね、対人関係のストレスです。あの人手首も痛くなるし、はい、肩もこの前ちょっとおかしな感じだったし、はいはい、職場か苦手な人いるでしょ、その人が原因です。そいつが原因。でも全部左なんです、はい、だからそいつそいつが原因です。そうなんですね、はいはいはい、でなんかこうきっと、はい、結構硬いところ、肩とかすごく硬いので、はいはい、肩周りが硬かったり肩甲骨周り硬いって自分でも思ってるので、はい、なんかもうこれはしっかりほぐしてもらわないとダメなのかなと思って。そうですね、はい、全部ストレス。そうなんですね。耳見ても分かるもんね。病んでる。私そういうとこ見ちゃう人です。はい、結構穴が開いてます。穴が開いてますよね、はい、なんか疲れたら穴開けるでしょ。なんかあったら消えちゃうでしょ。それド M なんですね。いや耳見ないで、今更遅い。だから本当丸を一つ目にしようかと思ったんですけど、耐えれません。初めて。あ、そうですよね。耐えられませんダメなんですね。YouTube、ただ YouTube の強さぐらいでされるとちょうどいいんです。あ、そうなんですね。でこれでもね、多分ね、みんな思ってるよね、痛いからね。いや、だと思うんです。耳開けるより痛いからね。それが60分延々と続きます。はい、怖いド S な人です。はい、知ってます。動画ほとんど見てるでしょ。ほとんど見てます。これ何やってんのって分かんないでしょ。うん、こんな人です。で、やってきます。だから、ね、これ読んでいただいて分かってると思います。本当に痛いですからね、はい。で個人差ありますが、大体ね、終わった後ふくらはぎが筋肉痛の状態、3日から1週間ぐらい続きます、はい、なので本当に痛いんです、はい、覚えておいてください。覚えてきます。後からね、当然痛いので、痛いって言っても緩めません、はい、痛すぎる場合、気持ち悪くなったら抑えてほしくない、痛いではなくストップね、はっきり言ってください、はい、お願いします。で今日 YouTube 撮影するので、この強さより予約はできません。わかります。予約する場合は別途3000円払ってもらって止めます。それだったら止めます。じゃあ3000円取っても YouTube でなんとかっていうのを残しときたいとかだったらそれにしますから、無理はしませんからご安心ください。はい、はい、沖縄からご苦労様でございます。これだけ入れとこうと思ってっていうことです。分かっていただいたかな、はい、めちゃめちゃ痛いですからね。であとね、僕が4月1日からやると1100円上がるけど大丈夫かな。あ、はい、7700円になるからね。分かりました、はい、で2枚目 YouTube 撮影にあたっての誓約書、無理はしませんから。ただ本当に痛いです。あ、怖い。怖いけど、でも怖いけど大丈夫かな。11月から楽しみに。ですよね。はい、でね、一回するとね、めちゃめちゃハマるか、もう痛すぎて先生 YouTube だけでいいですってなるかどっちかなんです。ハマるとね、遠いから人でもね、どんどん来ます。九州から毎週ね、3ヶ月に1回ぐらい来ますから、ね。あ、そうなんですね。はいはい、こんな指でしますか、ね。はい、だから思いました、指が。指こんな指でしますからね。大丈夫ですか。はい、じゃあしっかりさせてもらいます。お願いします。はい、でこちら側はうつ伏せでお願いいたします、はい、あ、いい感じですね。さっていきますよ。あ、ネックレスだけ外してごめん。ちぎれたりする可能性があります。あとは残ります。怖い。先生やめて、そんな怖がらせるの。ちぎれるとか跡がついたりすることが多いんですよ。忘れないでね。はい、わかりました。お財布とか入れといた方がいいね。あ、忘れる人いるから結構。忘れられたら僕捨てるから全然。ここ、
軽くここ、これが全体がね、今ね、あのめちゃめちゃ硬かったですね。で、これがね、どんな感じかって言ったら冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じ、はい、この辺とかこの辺とかガチガチでした。ストレス溜めすぎで、この背中の疲れっていうのは実は足の疲れから上がってくることが多いので、はい、しっかり泳いでください。本当に痛いから頑張ってね、今からが本番、頑張ってください。超怖い。まだ気持ちいいところ、はい、思ってたより痛い。こっから本番。これが痛いけど気持ちいいから強くです。ね、みんな騒いでるのはよくわかる。わかる。これなんかちぎれちゃったりしないんですよね。しないんですよ。